サンバのクロワシの条約、またはベルリン条約は1732年に締結されたオーストリア、ロシア帝国、プロイセン王国の間の秘密条約である。ロシアとオーストリアが1732年9月13日に署名した後、同年12月13日にプロイセンが加入した。条約はベッティン家のポーランドをアウグスト2世の指揮が迫っていて、 その直後に国王選挙があるため、その前に三国で共同した政策を取る、要調整する、というものだった。参加国は、ベッティン系の候補と、フランス類15世の義父で、新仏派のスタニスはフレシチニスキに反対することで合意し、代わりに、ポルトガル王女ン5世の弟オレンハク、マヌエルか、ピャスト家の成因を支持した。条約の目的はいくつかあった。 三国とも本気でオーレン博を支持したわけではなかった。条約ではポーランドリトアニア共和国が国力を強化する改革を行わないことが三国の国益に合うと合意しており、選出される王は三国に友好的であるべきだとした。三国の共和国に対する影響力を増そうとしたほか、オーストリアとロシアはさらにフランスプロイセン作戦の同盟を防ごうとした。 プロイセンは、クールラント公国での権益の支持を得た。1733年のポーランドを候補。左から順に、元ポーランド王、スタニスワフ・レシチニスキ、ザクセン選定校、フリードリヒ・アウグスト・ニ世、ポルトガル出身の王連ク、マヌエル。政治情勢はすぐに変わり、条約は締結した、数ヶ月後に無効化された。1733年2月1日に、 アウグスト2世が亡くなると、オーストリアとロシアは、ロシア女帝アンナが条約を批准しなかったことを盾に、条約から距離を置いた。条約の主目的であった、フランスプロイセン・ザクセン同盟の妨害はすでに成功していたので、両国は今度は、ポーランドとザクセンの諸派から支持を得ようとした。このため、1733年8月19日には、レーベンボルデの条約が、オーストリア、 ロシア、ザクセン選定校、フリードリヒアウグスト2世の間で締結された。条約の名前は、ロシアの交渉役を務めたカールグスタフフ,フォン、レーベンボルデから取られている。レーベンボルデの条約の内容は平である。ロシアが軍を派遣して、フリードリヒアウグスト2世のポーランド王選出と、大会を保障する代わりに、フリードリヒアウグスト二世は、ポーランド王として、アンナイバノブナを、 ロシア皇帝に承認、リボニアの請求を放棄、ロシアのクールランドにおける権益に反対しないことを約束した。オーストリアはフリードリヒアウグスト2世にオーストリアの継承権を放棄させ、1713年の国事証書を承認させた。プロイセンはフランスのオスレシチミスキの領土通過を許可、フリードリヒアウグスト2世の選出に引き続き反対した。 オーストリアもロシアもあらかじめ、レシチニスキが選出されても彼を認めないと公開に宣言した。しかし1733年9月12日に、ボラで行われた選挙政務では、レシチニスキが選出され、インテルレクスのテオドル、アンジェイ・ポトツキが結果を発表した。外交での承諾と9月20日に、ロシア軍がワルシャワ近郊に到着したことによりリトアニア大、 カンミハウセルバチビシニョビエツキとクラクフのボイボーダ、であるテオドリル・ボミルスキとポズナン司教、スタニスワフ・ユゼフ・ホジュシュ、クラクフ司教やアレクサンデル・リプスキが、ワルシャワ近郊の別の場所に移して、改めて選挙を行い、ロシア軍の保護の元作戦抵抗、フリードリヒ・アウグスト2世を、ポーランドをアウグスト3世として選出した。 諸外国のポーランドを選挙に対する干渉は1733年から1738年までのポーランド継承戦争を招きアウグスト3世とオーストリアとロシアがスタニスワフレシチニスキとフランスと戦ったプロイセンは嫌々ながら援軍1万を派遣した1738年に戦争を終わらせたウィーン条約では スタニスワフレシチニスキが大いを放棄する代わりにドレーヌ広告を得た。サンバの足はポーランドの白足と対比して締結国の国章を指しているものである。ありがとうございます。